ヒーターを押さずオデム・ウィン・ギーは、ナイジェリアの元サッカー選手。元ナイジェリア代表。現役時代のポジションはフォワード。1981年、ナイジェリア人の父親とロシア人の母親のもと、ウズベキスタンのタシュケントで生まれた。1994年に、母親の母国であるロシアのカマーズ・ナーベレジヌイエ、チェルヌイエ入団し、翌年から4年間は、 国内の競合であるチェスカ・モスクワの下部組織でプレー。1999年に父親の母国であるナイジェリアへ引っ越すと同時にエースらシーヌ・ラゴスの下部組織へ加入した。2000年、ナイジェリアのベンデル・インシュランス FC でプロデビュー。2002年にベルギーのラルビエールに移籍し、ヨーロッパ復帰を果たした。2005年にフランスリーグアンのリールへ移籍。 2006から07シーズンのチャンピオンズリーグのグループリーグではアウェイの AC ミラン戦で先制ゴールを決めるなどリールをクラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出に導く原動力となったこの活躍によって注目を浴び2007年7月13日ロシアの FC ロコモティフモスクワへ1700万ユーロで移籍を果たした 2010年8月20日、イングランドのウエストブロムウィッチ・アルビオに f c へ移籍。翌日の8月21日に行われたサンダーランド AFC 戦でプレミア初ゴールを決め、チームの初勝利に貢献した。2010から11シーズン、オデム・インギーはリーグで15得点を挙げ、クラブのプレミアリーグでのシーズン最多得点記録を更新。2013年9月2日、 昇格組のカーディフシティへ2年契約で移籍。しかし、シーズン途中に就任したオーレグンナースールシャール、新監督から信頼を得られず、2014年1月28日、ケイワイン・ジョーンズとのトレードで、ストークシティに移籍。しかしストークでは、マルコ・アルナウトビッチ、オージャン・クルキッチ、ジェルダン・シャチリ、イブラヒム・アフェレーなどからポジションを奪うことはできず、2016年5月から、 シーズン終了までチャンピオンシップのブリストルシティ、FC へ期限付き移籍。2015から16シーズンをもってクラブを退団した。ハルシティ AFC のトライアルを受けるもフリーの状態で翌シーズンを迎えたが、10月24日にロザラム、ユナイテッド FC と3ヶ月間の短期契約を結んだ。2017年4月3日。 インドネシアリーガ1のマドゥラユナイテッド FC に1年契約で加入。デビュー戦となった4月16日のバリユナイテッド FC 戦で74分に PK を決めて2から0での勝利に貢献した。6月12日のセメンバダン FC 戦ではハットトリックを達成しチームは6から0で勝利を収めた。2019年4月3日現役引退を発表。 今後は指導者の道を目指す意向を表明している。ナイジェリアとロシアのハーフのオデム・イン・ギーは、ナイジェリア代表とロシア代表のどちらかを選ぶ権利を有していたが、最終的にはナイジェリア代表を選択。2004年のアフリカネーションズカップでナイジェリア代表デビューを果たす。2008年の北京オリンピックには、オーバーエイジ枠で出場。決勝でアルゼンチンに敗れたものの、 準々決勝のコートジボワール戦でゴールするなど、ナイジェリア代表の準優勝に貢献した。2010年のアフリカネーションズカップでは3位になり、大会ベスト11に選出された。2014FIFA ワールドカップでは、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で決勝点を挙げ、ナイジェリアのワールドカップでの16年ぶりとなる勝利に貢献した。ありがとうございます。